イエス・キリストは昨日も今日も私らまでも変わることない私たちと一緒です。楽しみですね。一人ずつ言葉を披露してまいりたいと思いますが、今日の週報の写真はですね、これって前田君の写真ですから、去年ですね、去年のですね、このイスラエルチームでオリーブ山というところでですね、この礼拝をしているところです。でこのちょうどですね、このオリーブ山のところに黄金門をしてですね、こういう段になって、この集会ができるようなところがありますので、そこでね、この礼拝を捧げていって、また神様の言葉を受けたりするというね、このチームでありました。最後ですね、見て、また、ショーの方に出してありますけれども、またイスラエルチームですね、思い出の方はぜひ座っていただきたいなと。これはノンクリスチャンの方でですね、チームの要件を満たすことを通して、この行くことができますので、チームの要件というとね、一番簡単なのは禁酒禁欲禁煙、飛行機の中でも酒は飲まないでくださいってね、ことをね言っているぐらいですから、大変ですね、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。またですね、先週の水曜日から、明日までですかね、このカンボジアチームが出ています。このですね、祈りの方が来たのはですね、水曜日にしたので、祈祷会に来られた方々には渡してますが、まだですね、受け取ってない祈りのパートナーの方で、ぜひお送りしてください。またですね、24日火曜日からですね、ニュージーランドチームがですね、この行きますので、火曜日からですね、月曜日まで、30日までですね、この行きます。でニュージーランドはね、まだ行ったことのない国ですので、そこで、この霊の戦いとか神の言葉を置いてくるということから、そして 日曜日で、ね、礼拝をしてくるという、ね、ことが導かれていますので、さらにですね、ブログ等にもですね、この出してい いくと思いますので、さらにですね、見ておいていただきたいと思います。またですね、お祈りいただいてましたけれども、田中さんのお子さんの家族にもですね、先週退院しました。ただですね、まだ、なんか小脳に出血があったり、耳に血があったり、また、膝がカクカクしてしまったりという、ね、ちょっと不具合がありますので、さらに、退院したからといってもね、まだ完全に治ってるわけではない、完全に治るようにですね、さらに覚えておいてください。お願いします。はい、それから品川様、和人君が、退院することができました。本当に脳挫傷で、ありながら、すぐに退院できたことをありがとうございます。最後にこの不具合を完全に癒し、回復し、守り導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。はい、今日は運動会だそうで、田中さんもですね、お孫さんたちと運動会を楽しんでいくとかね、言ってましたので、最後ですね、見ておいていただきたいと思います。さてですね、今日はこの教会ですね、テモテの手紙の原稿を、第2テモテの手紙の原稿ですね、この指定を読みたいと思いますが、今日はですね、1節から5節をお話ししていきます。で、1節、2節が挨拶で、3節から 5節が、ね、感謝です。そして、このですね、6節から18節というね、まではこのテモテの勧め。でこれですね、先週もお話しましたが、パウロが書いた書簡では一番最後の書簡です。そして、この状況は何かというと、パウロはですね、一度ローマに捕まりました。訴えられて、ローマで2年間ですね、このローマに滞在しました。しかし、ここでね、この無罪となって釈放されたんですが、そして各地で伝道する中で、またですね、このキリスト教の上に捕まってしまったわけです。それは何かというと、6章のいや1章の8節にですね、この、ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません、ね、ローマにですね、この捕まってしまった。そしてですね、その時ですね、この言われていることですけれども、ほとんどパウロの周りにいた方々がちりぢりバラバラになってしまった、ね、ルカだけが残っているという、ね、状況がありました。でその中でね、ローマの獄中の中でパウロはテモテのことを覚えてですね、テモテの執筆ですね、を励ましたいと思って
このですね、この手紙を書いたと言われています。ですからね、これはある意味このね、この第二テモテはですね、パウロの晩年の、ね、これからこのイエス・キリストを信じる方々に対する励ましであり、またこれからのね、歩みの大きなね、このポイントとなっていきます。そして、この有名な3章の16節ですね、聖書は全て神の霊下によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために見えるんです、ね、聖書は全て神の霊下まあ、これある意味これ一番重要な聖句ですが、このですね、この聖書として聖書であるということの証明であるということのね、この見方ですが、さらにですね、この事柄を含めつつ見ていきたいと思いますが、一節二節に、神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますよ。まあ、これはね、普通の挨拶ですが、でもですね、先ほど言いましたけれども、この手元を励ましたいと思った時にこれ、ね、ちょっと最初ね、公のね、この書き方をね、ここではわざとしてるわけですね。で、ここに何かというと、命の約束にキリストイエスの使徒となったパウロから、ね、別の書簡なんかね、個人的なパウロからみたいなね、簡単に書く場合もありますが、これ、ね、この使徒となったってね、あえてね、例えばね、うちのね、奥さんが私に手紙を書くとしてね、預言者であるデボラ生投票日とかね、書いたら一瞬おかしいなと思いますよ ね、ね、そういうような、ね、感覚ですが、しかしね、これここにはね、また意味がある、こういうところに意味があるんですね。つまり何かというと、この私は、ね、ここに命の約束によってって書いてあるんですね。この命の約束って何かというと、この別訳が、この本当の訳はですね、この命に、この命をね、預かるという言葉です。つまりこの命を、ね、注ぐ、つまり神様の命を人々に注ぐために使徒、つまり神の代理人となって使徒となったものですよ。あなたもね、そのね、この私の使命を担うものですよということをね、ここで言っているわけです。ですからパウロの、ね、最後の手紙ですが、どこまで行ってもパウロはね、福音宣教、イエス・キリストを述べ伝えるということがね、このしていたということからね、見ておいていただきたいと思います。そして、愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから、恵み倒れんと平安がありますよ。テモテよ、まあ、このね、このエペソの教会において、あなたのように神様の祝福があるようにってますよ。ですね、ここがパウロの祈りです。で、ちなみにですね、この先ほど言いましたけれども、テモテの手紙のこれ、ね、がパウロの手紙の一番最後だと言いましたけれども、第一テモテの手紙があって、このね、この次を話していきます。テトスの手紙を書いて、そして第二テモテの手紙を書いたと言われています。ですから、このね、第一テモテ、テトスの手紙、第二テモテとね、この続けて書かれているということからですが、そして3節に、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い越しては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています、ね、この昼夜ですね、テモテのことを取り出すだけではなくて、あなたのことを感謝しています。これね、今日ね、特にね、覚えていただきたいんですね。あなたのことを感謝しています。これね、皆さん知ってますかね。昨日旗とね、気づかされたんですね。奥さんのことを感謝していたかなとかですね、感謝してないって文句ばっかり言ってるんじゃないかなとかね、確かに文句ばっかり言ってますけどね、感謝する心ってね、何か出来事を感謝する、良いこと悪いことを感謝するだけじゃなくて、その人を感謝する、
このことね、今日ねまず示されたというお話をしていく。つまりそのことを感謝していく、その人を感謝していく、その状況を感謝していく、ね、出来事だけじゃなくて人々をもね感謝していく信仰をねパウロは持っていたんだなということね。でここに先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝していく。先祖以来ですからこれね、この後続きますけれども信仰の事柄です。このユダヤ教であること、そしてこの清い良心ってねあるんですが、清い良心って何か、神様と共に心ってことですよ。これちょっと逆説的な意味なんですが、 清くなければ神を見ることができないってね、この詩編なんですけれども、清い心を持っているがゆえに神様が共にいてくださるという信仰。つまり神に感謝しています。神がそばにいてあなたのことを、ね、覚えて、ね、主よあなたに感謝を捧げていきます。いろんなね出来事がこの今時代に起きております。でね、このイスラエル情勢の中にいるとね、まあ、エジプトがねずっと ねこのデモとかね、またいろんなね迫害とか内戦とか、まあ、シリアもそうですよね。皆さんねこれ遠い世界のことだと思わないですね。エジプトってのはねイスラエルに面しているね。シリアもねヘルモン山の向こうがシリアなんだからね。だからですね、このイスラエルのね上と下で内戦が起きてるわけですよ。そういう状況の中でねイスラエルチームに行くわけでしょ、ね、この信仰があるなとかね思いますけども、で その中でね昔思い出すわけですよ。何かというと湾岸戦争があったりいろんなねイスラエル情勢もっと悪かった時期があります。でその中でねその中でもね今はね11月というふうにね決められてきましたけども、昔はね導かれたらどん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 行ってたわけです。7月に行ったり9月に行ったりね。でそうするとですね渡航延期勧告とかね、つまり危ないから行かないでくださいってねお達しが出てたり、でそうするとですねもう旅行会社いつも使ってたフレックスというね旅行会社がねもうちょっとビビっちゃってね、あまりにも政府からね行くな行くなってね、でそうすると旅行会社の責任にもなりますから、もう私たちにはちょっとね無理ですって言ってね、イスラエルだけはやめね、ちょっと手を引かさせてくださいって言って別の旅行会社になったっていう時期もあります。でその中でねさまざまなことが起きる中で私たち何をし続けたか、感謝し続けた、そのフレックスという会社を感謝し、またね行けないと言ってきた政府を感謝し、ね多くの、ね、感謝を伝えてきたわけですね。でその度ごとにね奇跡的にね、例えば本当に危険だからやめてくれって言った時ね最後ね向こう降りてきて10人ぐらいならいいよってなって荒れ地に変わってるね、そこで礼拝するねことが導かれたチームがあったりとか、そういうね恵み祝福がありました。でその時ねこの本当にね祈りってすごいなということね、この主の十字がずっとの流れの中で、ね、この神様が勝手にやっていた、ね、いう方がいますけれども、私はね神様の御心とともに感謝の祈りと神様に祈り続けた祈りを通して開かれたのに、まあね、感じるんです。何かというとパウロの人生っていうのはね、パウロはじめ迫害者でした、ね、ステパノの殉教の時に、ね、彼を殺そうとして、ね、返り血を浴びないために服を脱いだ方々の服の番をしていました、ね、その彼を神様選んだんです。そして彼はそれから熱心にイエス・キリストの述べ伝えるものになりました。述べ伝え述べ伝え述べ伝え
牢獄もにまで入り、またね、ある箇所ではね、いろんな難のことを書いてます、ね、つまりイエス・キリストを述べ伝えることをね、しなかったら、イエス・キリストを述べ伝えることをしなかったら、そんな苦労はね、彼は受けなくてよかったわけです。でも述べ伝え続けたわけです。そしてこの最後の時もね、老齢になってもですね、どうしてかというとね、最後のところね、手元にこの手紙を書いたのもう一つの理由として、このね、一番最後のところに見つかるかな、あなたが来るとき、4章の13節、あなたが来るときはトラスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物、特に用紙のものを持ってきてください。上着を持ってこいってね。上着忘れちゃったっていうかね、多分ここで捕まったんだろうと言われていますが、つまりこのローマの冬において、この上着が必要である。ね、つまりこの寒さから守るための、ローマで買えばいいのかなとか一瞬思いますけどね、これ事情はね、天国に行きたいなと思ってるんですが、でそういう状況の中で、でもこのね、先祖以来のこの神を求める心、神を愛する心を持って述べ伝えてきたぞってことをね、ここで言っている。そして今日のですね、一つの中心です、4節5節に、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜び満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケの地に宿ったものですが、それがあなたの地に宿っていることを私は確信しています。ね、ある時ですね、子供アメリカチームっていうのができました。で、子供アメリカチームっていうのはね、子供たちと一緒にディズニーランド、ユニバーサルスタジオに行こう、もう一番最初の頃はそれだけですよ。それとともにね、キャンプとしてこの朝の蒼天、夜の集会、ね、をしていきましょうというね、子供アメリカチームです。で、そのことをね、神様に導いてくださった時に語ってくださったのがね、信仰の継承です。今はね、白馬キャンプの中で行われていますが、つまり神様が私たちにくださった信仰を次の世代に述べ伝えていく、神様が私たちに開いてくださったこの恵みの信仰を次の世代に残していく、ね、この信仰の継承、この、ね、事柄を、ね、語ってくださったんですが、テモテという方はお父さんがギリシャ人でした、ね、使徒行伝のところを見るとですね、ギリシャ人でした。しかしお母さんと、ね、このおばあちゃんはユダヤ人でした。その中でイエス・キリストを知り、イエス・キリストを信じる信仰に与えられた時に、ね、彼は熱心なクリスチャンとして歩み始めましたが、それは何かというと、ここに書いてあるように、祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものです。つまりおばあちゃんとお母さんのうちに与えられた信仰をテモテは受け継いだで、ね、パウロが言ってるわけです。で、そして戻りますけれども、そのことも覚えて感謝しているわけです。つまり、テモテがこの家族の信仰を通して、この神様を信じる者となり、そしてこのエペス教会で働く者となった。そのことを感謝する。だから一番最初に戻りますが、テモテを感謝する。そしてそれは何かというと、その家族、ぜひね、覚えていただきたいのは、私自身はですね、私の父も母もノンクリスチャンだったんです。だからそこで神様に出会ったんですが、だからね、あまり言いませんけどね、私うちの奥さんもね、ある意味ね、羨ましいわけですよ、ね、お父さんお母さんがね、クリスチャンでね、でお母さんがね、あなたは宣教師になるよ、牧師の奥さんになっちゃいましたけどね、でね、で娘たち2人にね、あなたたちは牧師、夫人、ね、牧師になっちゃいましたけどね、長男に向かってね、牧師ってね、でそのことを祈ってたわけですよ。ですから、ぜひね、この信仰の継承って言ったときに、一つはね、祈りが鍵です、ね、その人のことを感謝し、その人のことを祈
治っている。多分この祖母、ね、ロイスとユニケ2人でこのテモテのことを祈っていたんでしょう。そのことを確信している。つまりそのことの上にあなたはあなたになったんだよ、そのことを認識してください。知ることは、ね、大事なんですね。でその中で神様のね、恵み祝福がある。そしてここに、さっき飛び出しましたヨセフに、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています、ね、ですからこのエペソでですね、テモテを安守して残すことに決めたときに、テモテがね、多分パウロの前で涙したんでしょう。根性のお別れじゃないですけども、涙した。その涙を覚えているので、もう一度会ってあなたと喜びに満たされたい。どうしてかというとですね、この、この他にですね、このところで 去っていったというところではなくて、この先ほど読みました4章の10節ですね、ルカだけは私とですね、9節から読むと分かりやすいですね。4章の9節、あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラティアに、テトスはダルマテアに行ったからです。ルカだけは私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエイペソに使わしましたですね。このテキコという方がこの多分手紙を持っていったんだろうと言われておりますが、ですから何かというと、パウロの前にね、このチームとしての働きがですね、いろいろと使わし始めてしまったので、ルカだけが共にいるという状況です。ですから手元にね、来てほしいというですね、この心を持ってこの降りた。それとともに手も手が信仰的に圧倒するために、手も手を感謝し、あなたの信仰はどこから来たかのね、まあ昔流行りましたけど、ルーツというね、つまり自分の世辞、つまり出生はどこか、つまり信仰はどこから始まったのか、そのことをね、パウロはここで述べている。そのことをね、覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する天父の神様、最後私たちがあなたを愛し、あなたにしたね、あなたの地内のことができますように、助けにしてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時を共にお待ちしてまいりましょう。それではお願いします。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ、解放を注ぎ、礼を注ぎ、祝福してください。イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストによって解放されよ。お素晴らしいです。この喉が悪い方がいますが、そこに主が触れています。癒しを受けてください。またこの肩こりでしょうかね、この肩から背中にかけて痛みがあったと思いますが、それを主は癒しておられます。この癒しを受けてください。お腹の具合のある方が癒されています。それに癒しを受けてください。イエスキリストで癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の皆によってお祈りとします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。どうぞお座りください。短くお待ちしております。
ストの皆によってお祈りいたします。アメン。